というわけで始まりました。信長の野望戦国群雄伝。今回は、稲葉守護にして、鳥取城主、山名豊国です。それでは、今回の見どころ。以上でお送りいたします。それではスタート。稲葉田島の国力は、丹波よりはマシとはいえ、丹後若狭よりは劣るよな。しかも民中が52とは、いつ一揆が起こってもおかしくないレベル。これは領国経営に苦しみそうだな。まずは恒例の、家臣団のチェックから。当主の豊国の能力は、なんとも言い難いが、田島守護の助豊が、主役を食ってるあたり、山名家の内情をよく伝えてるものかと思うぜ。豊国の経歴は、ちょっと面白くて、秀吉に鳥取城を包囲された時、家臣が徹底籠城を唱える中、単身城を抜けて、秀吉軍に降伏したっていう、逆武勇伝の持ち主なんだぜ。相場が高いのに、商人がいない。こういうのも文化度が影響しているんだぜ。再編成でもしておくか。家中最強の助豊に兵を集中だ。ますます助豊が実権を握るわけね。米が安いわ。お、今度はいた。買っておくぜ。訓練だ。米が高いわ。お、またいた。売っておくぜ。
ついでに、治水だ。これでなんとか人並みの治水路に。いつものことではあるが、隣国の丹波は、開始早々に滅亡したな。特定例で、終始持つか？よし、米マイナス25なら上出来だ。谷中が24もアップ。丹波は普通に年貢取ってマイナスだったからな。それよりは全然マシだぜ。これでやっと、町価値が3桁。あまりにもやることがないな。ダメ元で、クワマンのとこにちょっかい出してみるか。座席読むねゲット。一発で引っ張ってきたわね。なぜ使える気になったのかよくわからん中制度だな。しかも塀7しかないしモブだし。とりあえず塀を没収。やることがない。今月もない。特性例ばっかりやってきたが、やっと普通の税率だな。ここらで造幣しておくか。見てみろ、この有り余った行動力を。それだけ暇してたってことね。ケトヨが最大兵力に。次は訓練。
ここらで隣国と結んでおっか。差し詰め、一式家ぐらいしか結んでくれそうにないな。一式家が盟友とは、ちょっと心もとない気もするけど。結んでくれただけマシね。そうだな。四面楚歌に耐えられる国力も人材もないからな。胸長ゲット。モブなのは分かりきったことだが、兵ぐらい持ってるだろう。兵1しか増えてないやんけー。まさに、モブと兵1。しかも中途半端な忠誠度。没収だ。疫病。大して開発したわけではないが、疫病は答えるな。だんだん、毛利が投進してきたわよ。当然だが、民中と領民数が減ったな。それにもめげずに、米を売る。ここは再度、特製霊だな。民中が疫病前より上がったわ。でもやることがない。今、誰か呼んだかな？目を背けたいのはわかるけど、現実を見るのよ。年貢免除してやった直後に。お前、それはないだろう。志村けんの、大昔のギャグね。
で金と米が半減。景気づけに、毛利と同盟してみるか。さすが影の総統、山梨家とよ。信長から使者、縄をかけよ。え、権禄相手に無理でしょ。なんと、捕まえられた。無論、召し抱えだ。思いもかけず、軍師ゲット。権禄の兵は召し上げだ。一式が三好に振ったわ。これは、一式の求心を登用するチャンスだな。求心というか、義満本人ね。お、権禄の賛成。元大名、一式義満ゲット。政治力には期待している。さて、お次は？文武のバランス、一式義貞。一式義貞ゲット。さらに引き抜くぞ。一式家の優勝、稲留祐秀。
でゲット。ここまで権六の進言は冴えまくってるわ。どこかのヘッポコとは大違い。まだ行くぞ。まあ権六も神ではないから、外すこともあるわよね。サイドトライ。ちゃんで外したわね。家臣の行動力は有り余ってるからな。次。一式よ式よゲット。今度は当てたわね。まだ行くぞ。残るは一人。これを引き抜けば、単語は傘はもぬけのから。権六、外した。まだ行くぞ。そろそろこいつも、嘘つきの部類のような気がしてきたんだけど。権六の嘘つき、とうとう言ってしまったわ。引き抜きすぎて、気づかないうちに、兵糧不足になってた。少し買い足しておくぜ。ああ、単語は傘が取られる。長政は、まさに漁夫の利を得たな。引き抜いた将たちの、兵を再編成だ。そして訓練。赤松が攻めてきたー。やはり兵糧不足を見越してのことだろうな。吉助自らの出陣よ。しかし、兵糧切れになる前に、多勢を持って、即戦即決してやるぜ。
逃がすな、カコメ。この位置なら、夜襲に連発かませるぜ。それ、かかれ。間髪入れず、つけとよ剣山。残念ながら、この2名では、決定打にかけるわね。さすがに大名本人、退却するか。って、捕らえちゃった。まさか、外政して捕まるとは思ってなかったろうな。見印もらい受ける。これで播磨の本国は、大騒ぎね。赤松は武田に振ったのね。最近リモート脅迫が流行っているな。混乱のるつぼ、播磨を協約。権力の嘘つき。権力の嘘つき。だいたい、すぐに賛同しすぎるのよ。同じ嘘をつくにしても、あの半兵衛は、何度も反対してから、嘘つくわ。どっちがいいのか、さっぱりわからんぞ。今月も播磨を協約だ。権力不賛成。権力不賛成。権力不賛成。そして賛成。権力の嘘つき。そうそう、それでいいのよ。何がいいんだよ。再度トライ。
加減にしろ。引き抜きの行動力がなくなってしまったぞ。氏康自ら到来。もう少し、金を持ってきてくれるといいんだが、関東の覇者にしちゃ、しけてんな。今月も播磨を調略。今度こそ頼むぞ。権禄の嘘つき。もっかい行け。ほんとだろうな。赤松のリフサゲット。よし、これを機に播磨に攻め込む。出陣は義貞に命ずる。一応、相手は名目だけでも武田軍。なのに、この緊張感のなさ。遠慮なく、夜襲行くぜ。この城は、逃げ場がない縄張り。義貞一騎でも、逃がすことなく落とせるぜ。邪魔だ、どけ。高島正純、討ち取ったり。土壇場で寝返ったか。そういうの、信長だったら、後で殺されるぜ。
総大将を捕らえたわ。武田軍を破ったらしい。全くそんな気がしないがな。あの山名でも、二カ国持ちになれたわ。早速の播磨、国力は稲畑島より上だが、谷中がやばいな。三好が攻めてきたー。結構、多勢だぞ。お前は出なくていい。敵は、長宗我部と河野の急進。粘ってれば、どこかで寝返りが出るかも。しかし、この劣勢がそれまで持つかどうか。あ、敵は、足軽と鉄砲の鈍足。30日間、逃げに逃げれば、勝てるかもしれんぞ。エムラ近い絵が寝返ったわ。かといって、エムラを戦力に、反抗に転じる気にもなれず。やはり、鬼ごっこは続ける。兵糧がもったいないから、エムラは退却。
30日しのいだわ。鬼ごっこも楽じゃないぜ。おお、静寂ゲット。糸間だからクワマンでもいじってやるか。権六も強気の発言ね。権六、嘘つきどころか、捕まっちゃったんだけど。気を取り直して、四国の三好でも切り崩すか。上祖壁の求心なら、容易だろう。また安請け合いが始まったわよ。珍しく当たった。吉田茂と茂っと。兵39連れてきたな。ちょうどいい、再編成だ。本拠地を播磨に移すぜ。山陽道に居城を移し、瀬戸内周辺に睨みを利かすぜ。狙いは摂津泉。西国なら、どの大名でプレイしても、やはりあそこは抑えた位置だぜ。あとは、スケトヨに任せる。今月も跳躍だ。ターゲットは、もちろん摂津泉。ああ、はいはい。権六の嘘つき。再度行け。ああ、はいはい。権六の嘘つき。再度行け。はいはい。権六の嘘つき。再度行け。今度は手堅く出たわね。
くの嘘つき。手堅いふりしても、ダメなんじゃん。サイド行け。今度は、権六自身で行ってこい。ほんまやろな。お前、あのヘッポコのおっさんでも、自分で行った時の成功率は高かったんやでー。だいたい安請け合いしすぎなんじゃい。このうすらトンカチがー。かつて山名家は、6分の1殿と呼ばれたが、的中率という意味で、権六も6分の1殿だな。信長が切られたか。織田の滅亡もなくはないが、ちょっと珍しいな。今月も摂津泉を調略だ。権六の嘘つき、もう驚かなくなってるわ。サイド行け。戻りませんでした、じゃない。もう一回行け。千秋ゲット。やっと終わったか、ヘッポコが。いや、まだ終わらん。続けて引き抜くぞ。おお、6分の1殿。もうさ、せめて的中率 50% の軍師はいないの？この分だと、はっきり言って、権六の逆を張った方がいいんじゃないの？それだと、何のための分子なのか、全く意味がわからんぞ。北条綱重が隣国で捕まったわ。これはチャンスなのではないか？あ、新しい軍師を迎えるのね。それは大賛成だわ。早速、綱重を引き抜くぜ。
コンドクは、分子の座から追われるのを、恐れてるのよ、きっと。やっと観念したようね。と言っても、そこはゴンロック降りて。サイド跳躍。ゴンロック自ら行ってこい。とか言ってるけど、きっとやる気ないわよ。ね。今月は諦めた。びっくりするわね。顔がでかすぎるのよ、信玄は。まあ、もらっとく。今月も綱重を跳躍。権力の嘘つき。権力の嘘つき。北条綱重ゲット。やっとまともな軍師が来たー。今月も摂津泉を跳躍だ。池田勝正ゲット。これよ、これが軍師の役割よ。権力、聞いてるの。しまった、跳躍ばかりに気を取られて、増えた兵の割に、米が少ないぜ。敵は明らかに、兵糧攻めの構えだ。ここは騎馬隊の機動力で、即戦即決で片付けるぜ。狙うは、敵本陣。
吉方は捕らえたいな。突撃。夜襲で仕掛けるぞ。さすが戦闘75の岩成友道、陥落はしないな。退却していったわ。お、岩成友道を捕らえたか。今月も、摂津泉を切り崩す。求心、森下道陽気さんせしめよ。森下道陽ゲット。お、兵40も連れてきた。金もできたところで褒美だ。実は、今禄には褒美をやってなかったのを忘れてた。忠誠度が低くて、やる気がなかったってこと？だったら、その仕様は面白いな。忠誠度の上がった今禄に兵を与える。米が安いので買っておく。ただでさえ、米不足だからな。よし、米も少し入ったところで、弱体化した摂津泉へ進行だ。権禄と義貞に任せる。南北に布陣して、挟み撃ちにする。夜襲のリーチに着陣。夜を待つぜ。それ行け。くらえ、権禄フラッシュ。なんよそれ。敵は籠城を選んだわ。何も考えることはない。城門を破って、吉沖に突撃かますだけ。
邪魔だ。権六フラッシュ。痛み近置き、打ち取ったり。お、吉方がいる。権六、吉方を捕らえろ。いいか、殺すなよ。フラッシュはダメだぞ。惜しい。よし、捕らえた。今度はフラッシュ使ってもいいぞ。権六フラッシュ。こちらの5倍の兵を打ち取ったわ。吉沖は退却。全員捕獲ね。あと一歩で軍師の吉方。何度となく権六フラッシュを食らった吉沖。こんな人いたっけ？東は優勢だが、西からの毛利が気になる。攻められる前に、協略で弱体化させておくぜ。って、清水宗春はハードル高すぎでしょ？まさか、あの中心が本当に来るとは。さらに続けるぜ。3尾の、浮田中心を全部引っこ抜く。おさふねさだきかゲット。戸川秀康ゲット。岡利勝ゲット。これで3尾は空白地になったぜ。3尾を占領しに行く前に再編成だ。そして、おもむろに三尾へ進駐。協約に根気がいったが、損失ゼロで一国いただきだぜ。摂津泉では教育だ。ようやく山中も、そういう余裕が出てきたわね。吉貞の戦闘を挙げる。続いて、吉方。これで軍師に昇格。毛利が四国を統一したな。摂津泉を失った三好は、戦略的にも瓦解寸前だな。
長吉は失意の中、死んだか。面倒なのが後を継いだわね。賛美の国力は、なかなかのものだな。金を少し本国へ輸送しておくか。長吉の死去で、久秀が継いだところを、さらに弱体化させる。特に、一族の正康などは、久秀が継いだことに、不満があるだろう。初めて綱重が外したわ。サイド行け。正康ゲット。丹波攻めを見越して早速正康を摂津泉へ増援だ。今月も教育するのね。余裕ですな。権力の政治力を上げる。上げたところで、まともな権限にはほど遠いわ。丹波へ攻めかかるぞ。いるのは、モブ3人。戦闘70の吉貞一人で十分だぜ。ただ家が寝返った。これはチャンス。籠城にせずに済むかもしれん。一気に打ち取れ。突撃。突撃力、弱いわね。ダメだったか。ただ家は、出なくてよろしい。直政は打ってもこんな。
殺すのもなんだから、通常攻撃で。ここで現在の半島確認。山陰の小国に埋もれがちな山中だったが、今となっては、山陽は愚か、近畿にまで、進出する勢力となったぜ。先祖の草原も喜んでいるだろう。といったところで、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。いいねボタン、チャンネル登録をしてくれると、とっても、嬉しいです。では次回、また別の動画でお会いしましょう。さようなら。